85.5 区情報局。皆さんこんにちは、新鋭農船役千葉翔也です。皆さんこんにちは、ブラディレーナミリーズ役長谷川郁美です。この番組はテレビアニメ AT6 の情報をお届けしつつ、僕らが常に死と隣り合わせながらラジオの最前線に立ち続ける番組です。よかった。何？僕消えなくてよかった。あ、本当だ。うん、本当だ本当だ。いる、消えるんですよ。実像です、これ。よかった、今週から上原さんになるのかと。いや、プロデューサー。前回最後ちょっと出てきてくださってた。そうそうそう、あれが伏線となり、やばいね。あそこで千葉さん続投ですって言ってたプロデューサーになってる。そうそうそう。いやいやいや、本当良かったですよ。よかったよかった。いや、もうだってアニメの放送もね、無事終了して、うん、もう感想のね、生放送も、あ、そうだ、有観客でね、そうね、やらせていただいて、うん、まあ僕らもこのリアルにね、あれを体験してきたわけですから、うん、もう本当にいろいろ一段落なわけなんですけど、そうだね、番組はありがたいことに続くということ、はい、しかも前回の配信から、まあ発表もありましたけれども、うん、配信画面にイラストが、そう、素敵なイラストがついたんです。ついてたね。鳥さん、ありがとうございます。なんかなんとなくだけどさ、はい、再生の伸びもいい気がするよ。うわ、やっぱもう僕ハセちゃんしか信じられない。何？俺も全く同じこと思ってました。そうだよね、そうだよね、はい、あのね、なん、もう収録段階の時点で、うん、いつもだったら第1回からその要は第1回が一番再生回数多くて、うん、まあ、ちょっとずつ、まあ、下がっていくっていうか、うんうんうん、まあ、そう、要はそういうもんじゃないですか、ね、初回から聞くもんだから、うん、急にね、右肩にクイッて上がったんですよ。なんかすげえよ、早いよね、あの、もうここの早いマジでマジでマジで、 マジですごいと思って。イラストの力すごいっすよ。ほんとそうですし、やっぱレーナが可愛い、 あのイラスト可愛い。もうあれは目引くよ、ね、そりゃ押すわ。ヘッドホンつけてるレーナが可愛い、可愛いのよ。いや、まあ、小鳥さんのね、4コマ漫画の方も連載がね、ツイッターとかで開始するということですもんね。んこの空白の期間もまだ逆にね、どんどん盛り上がっていきたいですね、うん、いやだってあのアニプレックスオンラインフェスとかね、はいはいはい、ありましたし、2021か、うん、そこら辺でもね、新作アニメとして改めて紹介していただいてましたしね。ありがとうございます。ねえ、本当になんかその辺で興味持ってくださった方も、うん、それこそ今ならね、 YouTube でさ、スペシャルエディション、あ、そうだ、今見られるのか。あ、見られません。見られません。見られた時代もありました。ありました。その時代にきっと見てくれた人もいたでしょう。いや、あれもでも再生数すごかったよ、うんうん、なんかやっぱその、なんだろうな、ただの総集編じゃないというか、うんうん、レーナ視点に、あ、そうだよね、で絞られてたからさ、なんかあれを見て分かんないところを本編で埋めたくなるというか、うん、すごいいいスペシャルエディションだったなって。よくあの11話をさ、うん、あの1本でまとめたスタッフさん、すごいよね。確かにね、本当だよね。衝撃のね、うん、ところで今止まってますけれども、まあまあこのラジオもね、普段今までしてこなかった話とかもするかもしれないし、うん、まあ、改めて AT6 の話もね、うん、広げていきたいので、引き続きよろしくお願いいたします。 あと7月も生放送、はい、ある。え、マジ？あるらしいです。 85.5 情報局、うん、あら嬉しい。なんか7月16日でしょ今日、うん、20日にもうやるらしいよ。そう、もうすぐじゃん。すぐすぐじゃないですか。きっと情報が出てるって信じてる。そうね。俺もいるかな。いるかな、わかんない。いるって信じてる。千葉さん、わかんないかも。信じてるよ、うん、いつでも気持ちそこに置いてるから。本当に信じてますね。いや、ありがたいよね、なんか本当に。いや、本当そうだよね。なんか実際そのやっぱね、キャストみんなでね、うん、その顔を突き合わせて話す機会っていうのがとってもありがたいですし、やっぱどの方もすごい熱量を持ってトークしてくださるから楽しいんですよ。なんか生配信やってるからかわかんないけど、ラジオまだ9回なんだって思っちゃった。あー、確かにね。なんかめちゃくちゃやってる気してて、ラジオ確かに10回行ってないんだなと思って今。いや、すごいよ本当に。ここまでずっとね、30分番組だったのがいつの間にか1時間番組になるぐらいのね、ボリュームでやってっから。どんどん本当にわかんない、今回急にまた30分になるかもしれないけど、振り返りがないからね。やだいや、皆さんのメール頼りですよ。そうですよ。まあでもたくさん来てるそうなんでね、うんうん、読んでいきましょう、うん、あれ今回はあのレーナのハンドラチャレンジあるんですか。あ、一応あります。興味持って、うん、興味持って、頑張って。興味持ってくれなさそう。頑張って興味持っていこうかなって思って。頑張って、俺も抗うから。うん、頑張って頑張ってください。わかりました。全然このコーナーにキャストが惹かれてねえんだよな。
せっかく生き残ったのに、ね、生き残ったのにね、前回成功したから千葉さんに叫ばせる。そうなんですよ、はい、じゃあそれでは今回も、番組スタートです。よろしくお願いします。この番組はアニプレックス角川バンダイスピリッツの提供でお送りします。第 85.5 区情報局。それではまずメールの前にこちら、あのね、ちょっとその話の前に、はい、やっぱオープニングトークでもねちょっと触れたイラスト、はい、あの素敵なイラストなんですけれども、おお、なんかありました。やっぱ引き強いじゃないですか。はい、もちろん。ちょっと僕これだけはちょっとね言わなきゃいけないなと思って。なんだなんだろう。温泉さん、イラストを変えてください。ほんとやっぱあの配信媒体がねどんどん増えてきて、うん、YouTube ニコニコチャンネル、そして温泉さん、温泉さん、うん、あのレイナとシンが棒立ちしてる絵も好きだけど、あれも素敵な、素敵な絵ですよ、あれも、うん、きっと変えてくれたらまた聞く人も増えるはずだから。そうね、温泉さん聞いてくれてないのかもしれないね、うちらの。そんなこと言っちゃダメだ。聞いてるよ。マイリスト登録の一番上にしてるよ。本当、ハートして長谷川郁美と千葉翔也にハートして、そのパーソナリティが出てるやつにちゃんと表示されるようにしてるよ。そうだよね、うっかりだよね。そう、俺はしてるよ、長谷川郁美と千葉翔也にハートマークつけて、うん、ぜひ ね、よろしくお願いします。温泉さん、はい、すいません、ちょっとお願いが先になってしまいましたけれども、うん、じゃあちょっとあのメールいただいてるんですけど、うん、その前にね、はいはい、ちょっとなんかねめちゃくちゃ今、はい、私たちの テーブルのところにねグッズがもういや揃ってて、ありがてえ。こんなにグッズ出てんだよ。ね、ほんとそうだよ ね。あのハードな世界観だからないかなと思ってたら、そうそうそう、でもすごいどれも可愛くて。可愛いよ、もう。ちょっと見てっていいわけ、これは。オッケー。結構あのアクリルスタンド系が結構出てて、うんうん、このシンが初めて仲間撃った時のこれ顔ね。それはアクリルフィギュア。これはね。どこのだ、あのグラフアートさん、うん、グラフアートショップさん、これとかね、なんかこのめっちゃいいわそれ、このなんだ精悍な顔つきがさ部屋に置きやすいんだけど、うん、このシーンのことを思うとちょっと切ないっていう。確かに絶妙だね。私それのレーナ前回生放送終わりにもらった気がする。あ、本当に、うん、あれ どんな時の顔だレーナは。あ、そう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 、これだ、その顔その顔。彼らは無人機じゃないわの時の顔ね。の時の顔大事。あれめっちゃ好きだもん俺、あの言い方、あの言い方、あの言い方めっちゃ好き。無人機じゃないわ、無人機じゃないわ、ないわ。私このアクリルスタンドめっちゃ可愛くない？これめちゃくちゃ可愛い。ムービックさんのやつでしょ。そう、ムービックさんから出てる。これなんか人気らしいよね。ポーズ的にもツイッターとかでねかなりお見かけした、それぞれが立ってるやつですけど。そうそうそう、これデスクに置きてもかわいい。セオ以外もかわいい。うん、さあもちろんですよ。ほんと、私はセオセオ言ってるけどみんな好きですから。いい人、もちろんいい人です。ちょっと待って、これ何、これサンマ、あ、これレーナか。そう、これはレーナ。びっくりした、共同部のマークだけかと思った。これだけ、そうそうそう、そうみんなのねパーソナルマークと。ハセちゃんってアクリルスタンドとか結構この家に飾る人なの？アクリルスタンドはあんま持ってないかも。あ、今まで？うん、やっぱフィギュアとかの方が。あ、そうなんだ。買ったもん、ちっちゃいやつとか。はいはいはい、はい、ちっちゃいやつは結構ある。はぁ、いやアクリルスタンドのいいところってさ、ほんといくらでも置けるところだよね。うん、確かにね。本当にこれ並べておきたいよね、みんな。いや本当だよね、こういうアクリルスタンドってさ全部揃えたくなっちゃうのよ、一個じゃなくて。寂しそうに見えるからね、一人だけだと。確かに、あの家の、ね、あのね、同じとこに置くのもいいんだけど、家のいろんな場所にバラバラに置いて、うん、なんかちょっと発見したい。冷蔵庫の上はシンとは。自分で置いてんでしょ。そうだよ、自分で置いて自分で発見すんの。そうだよ、そういうことでしょ。だって家のグッズの遊び方ってもう寂しい。おいおい。いや持ち運べるやつでしょ、じゃあ寂しくならないように。あ、それいい、それいいじゃん、これいいよね、これいいじゃん。サンマグナリア峡谷の、うん、あの五色旗のキャラパス。でもちょっと複雑な気持ちになるかもしれない。いやそうなのよ、この色合いめちゃくちゃ可愛いんだけど、うん、いやいやでもそこはいいんじゃない。やっぱもともとはさ、いい意味で作られた旗だから。そうだね、そうだね、そうだね。今共和国がこんなことになっちゃったけど、うん、みんなね、うん、
高血って思いながら、そう高血、高血って思う、私は高血よって思いながら、ってあの駅でピッてやれば言い聞かせて、そうでさ、ちょっとさこれやりたいやつ、これ缶バッジグラフアートショップさんの出てる全9種入った缶バッジがあるんですけど、うん、まだ箱じゃん、そうこれなんかスピアヘッド戦隊のみんなが入ってて、はい、ランダムで、まあこの箱の中に多分全種入ってるんだけど、なるほどね、誰が出るかやりませんか、はあ受けてたと待て、受けてたとっていうか誰が何引いたら勝ちとかじゃないんだけど、あそうだあじゃあ誰を思った人を引けた人が勝ち、うわいいね、千葉さん誰引きますか、あじゃあ俺は俺のデッキできるよ、あ OK、 じゃあ私こっちね、いいや、いやこれ贅沢だな、いや贅沢だね、贅沢だな、この箱から開けさせてもらうの、こんなんね、大体こうランダムでどれが1枚出るだろうってやるところを、そうだね、トレーディングカードとかと違ってね、剃ってるやつがレアとかないですからね、うん、あ、やっちゃダメですよ、絶対皆さん、そうだね絶対やっちゃダメですけどね、はい、じゃ誰にする、誰引く、いや今俺、シンとアンジュのさアクリルフィギュア手元に持ってるから、うん、アンジュがすごい俺のこと見てんのよ、おとりあえずちょっとアンジュさん、うんうん、アンジュさんを呼ぼうわ、私どうしよっかな、いや背負って言いたいけど、だって背負以外を求めて背を引いちゃった時の背負の表情を考えてみ、切ないよ、そっか、そんな背負で行こう、かわいそうなことできない背負に、うん、背負、背負ね、じゃあ俺アンジュ引くわ、うん、うわどれかな、私はここよ、私はここよまたやってるやん、早見さんの真似、違う違う違うアンジュの声よ今のこれだな、夏美私にパワーをくれ、オイラここだよ、だオイラここだよ夏美のイメージ間違えた、夏美たまにでもオイラ、あ言わないっけ、言ってそうだだけかもしれない、言ってそうだだけか、言ってそう、俺はこいつ、俺がもうアンジュさんだと思う、もう聞こえる、これだ、じゃあ私から行こう、自分から開けて、ああ今開けてます、黒バカ、あライさすが、やっぱライデンか、相方というかね、俺のこと大好きだなライデンは、そうだね、すげえ、あーこれいいね、これ横顔がさ、うん、凛々しいし、ベアボルフのさあのマークと同じ方向向いてて可愛いわ、うん、これいいね、ちょっとハセシ、ハセシ行きます、はい、あーうわーっ、うわっ、え嘘でしょ、シン、シンシンだ、ここで揃ったか、シンとライデンが、あ本当だ、ねえここで引き合いました、この二人が、いやーなんかすごい神経衰弱みたいな感じすごい引き合ってますね、これは引き合っちゃったな、この二人、いやもうぜひさ、もう一個ぐらい引いてよ、背を当てて、これちょっと締めましょう、いいですか、はい、もう当てちゃうよ私、はい、 お願いだからレイナのこと誰か言ってあげて、本当にお願いだからね、広いんだよ、でははい行きます、はい、てん、ダイヤさん、ダイヤ男ばっか、本当に男ばっか、え男しかいないわけじゃないのに、2箱開けてんのにね、なんで俺だけ、俺もう最後だから、最後最後ね、これレイナだよ多分、レイナ行っちゃってくださいよ、いやレイナの声聞きたいもん、ほら、うん、はい聞けるかな、レイナ、はい来た、ダイヤダイヤ人生入ってくれ、ダイヤダイヤ、オーロラを見せてくれ俺に、オーロラを、ありがとう、オーロラを、めちゃくちゃ楽しいけどね、オーロ、いやー持って帰りたい、いやこれさ結構いろいろあって、うん、あの缶バッジそれこそいっぱい入れられるこのポーチとかがね、うん、熱いんですよ、うんうん、スピアヘッド戦隊マルチポーチとか、マルチポーチ、こっちのさ、あのこれこれ、あそれね、プロテクト収納ケース、これ熱いでしょ、レイナが横顔向いてんの、それこそかっこいいじゃん、スマホ入れたり充電器入れたりとか、あ、ほんとだ、これ私の iPhone11 入る、やってみて、入る、おぉ、もらって帰ろ、うん、ぜひもらって帰ってってくださいよ、これいいわ、いいね、いろんなものが、あれもかっこいいし、あのアンダーテイカーツールボックス、これすごいかっこいい、いや、な、なに、これさ、これどうしたらいいのこれ、でもそうな、そうなのよ、やっぱ何を入れるのが一番センスいいかっていう、ツールボックスって何、まあだから工具箱なんで、あ、そっか、基本その、まあトンカチとか、あとは、なんですか、あれドライバーとかね入れたりしますけど、うんうんうん、まああんまり使わないんで、そうね、逆に美容器具とか入れて、美容器具良くないですか、これを開けて、はい、
スキンケア。はいはいはい、そう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 、ガチャコン。お風呂上がりにこのツールボックスこうやって持ってきてよしよしってやって化粧水と美容液とみたいな。いやーとかね、サイズ感も可愛いしね。うん、めっちゃ可愛い、かっこいいし。いや、いろいろあるね、本当に。いや、多分ね、ゲットしてくれてる人も多いと思うんですけど、うんうん、で僕ね、ちょっとね、この間の生放送で、はい、すごいありがたいことに、そのスタッフさんがこのグッズぜひっていうことで、うん、渡してくださって、あ、欲しいですっつってね、スピアヘッドのアンダーテイカーのさ、はいはい、あのジャガノートが書いてある T シャツ、うん、ビレッジヴァンガードで買えるあのグルーヴガレージさんのやつ、うんうんうん、をね、いただいたんですよ、僕。めっちゃかっこいいよ、XL サイズ、うん、やったーと思って家持って帰ったら、うん、あ、宅配届いてんなと思ってビレッジヴァンガードさんから全く同じ T シャツが L サイズが届いててそれ忘れてたの、頼んでたこと。なんだろう、もうね、見たらね、予約するようにしてるからね、忘れてたといえば忘れてた。もう息を吸うようにもうポチってるわけね。そうだから今手元に2着あって、うん、よかったらハセちゃんどっちかあげるよ。ありがとうございます、すいません。なんか XL と L があるんですけど、うん、そう、どっちでもいいんだけど。ええー、どっちでもいいよ、俺も。俺もどっちでもいいのよ。あのね、だからハセさんに似合う方をスタッフさんに選んでもらおう。そう。プロデューサーに、それこそ前回来てくれた上原プロデューサーに、ね、宣伝プロデューサーに。興味ないと思うんですけど。部屋着とかで大きめのシャツとか着てる女性が。可愛らしいな、うん、XL 邪念にまみれてるけどこれは、うん、俺もそう思う。 XL を進呈しましょう。本当ですか、ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい、これめっちゃかっこいいよね。これはめちゃくちゃかっこいいです。ちなみにかっこいいよ、黒地にあのアンダーテイカー、これはマジでかっこいい、マジでかっこいい。ちなみに86って書いてあるそのシンプルなデザインの T シャツもあって、うんうん、それもちなみに買ったんで、うん、持ってきてるんで後で見てください。お、見ます。いや、すごい、やった。いろいろとねあるんですけども、ぜひ皆さんも、まあ、これ以外にもねたくさんあるんですけど、まあ、身につけてほしいなと思ってます、うん、すごいね、なんかこんなに出てるって本当嬉しいね。いや、なんか本当に売り切れるやつとかも全然やっぱ普通にあるらしくて、うん、なんかそれだけね一人一人に思い入れを持っていただけるっていうのはありがたいことですね。ね、ありがとうございます本当に、はい、みんなぜひぜひ集めて、はい、お部屋をね86仕様の部屋に、いや本当そうだよ、していただけると。本当そう、家のどっかいろんなところに隠して宝探ししてくれ。あの寂しい宝探し大会でもしてください、ね、皆さん、はい、じゃ あ、まあグッズもたくさん紹介できたところで、うん、まあ、皆さんからメールも読め、はい、いただいてるんで読んじゃいますかね、うん、サバさん、サバさんですよね、その感じはサバです。そうですよね、大丈夫です。不安になっちゃった今。大丈夫です。サバさんからいただきました。ありがとう。千葉さん、長谷川さん、こんにちは。こんにちは。アニメ86ワンクール終わってしまいましたね。そうなのよ。とても寂しい気持ちでいっぱいです。ありがとう。そんな寂しさを紛らわせようとこの間初めて生放送を見たのですが、すごく面白くてずっと笑っていました。皆さん本当に仲がいいんですね。最高でした。中でもお風呂シーンでのストップがマジでツボでした。タイミング完璧でしたね。タイムシフトで何度も見直そうと思います。ラジオもいつも楽しく聞かせていただいております。これからも楽しみにしています。余談ですが、生放送の後アニメを見返していたらラジオや生放送での皆さんの様子を思い出してしまってつい笑ってしまいました。おい、弊害弊害。シーン的には全然笑うところではございませんでした。やべえ、弊害弊害。本当やばいやばい、忘れてくれ、忘れてください。もういや、この間のね初の有観客ね生放送ということで、公開生放送ということでめちゃくちゃ盛り上がりましたね。楽しかったね。ね、瀬尾役の藤原さんと、うん、紅役の鈴代さんと、うん、雷電役の山下誠一郎さんと、まあ、僕らでお送りしたわけですけれども、うん、ただストーリーの振り返りに関しては、うん、結構みんな泣いてたよね。泣いてた、本当にあの客席から、うん、なんか鼻すすってる音がもう聞こえてきて、そう、みんなだから声出さないようにすごいいろいろ気使ってくださってても、うん、分かるぐらいちょっとなんかね表情変わってて、うんうん、すごい嬉しかったですね。嬉しかった。しかもやっぱりあれだけの大画面でさ、はいはいはい、見れたのがめちゃくちゃ嬉しかった。いや本当そうね、戦闘シーンとか激アツでしたね、9話とかの。だから一応喋んなきゃって思いつつ、うん、見ちゃうのよね。いやもうあれはね 見るのがねいいですよ。そうそうそう、あのですし、この86を実際にねあの好きだと言ってくださってる方と初めてそのリアルにお会いするっていう機会だったので、うんうん、まあ、やっぱりその辺は
男性もなんかすごいみんなさいろんな顔して見てくれてたの、うん、面白かったよ、うん、ね、ありがたかった、楽しかったな。そんな中でもね風呂のシーンでストップしてしまったということは本当に良くなかったですね。私もあのレーナのフィギュアの時も良くなかったですよ。あーレーナのフィギュアはねネグリジェブルね。何ですか？ネグリジェブル。ネグリジェブル。いや書いてあるから商品にネグリジェブルって。ブルって。はい。あれはね現物見させてもらいましたけど良くないですね。良くないですね。あれはまずいね。いい意味で良くないですね。もう本当に。うん。本当に良くないよ。良くないですよ。すごいみんな興奮してたからあの時。だってあの結構俺と誠一郎さんが結構前振りしてたけどさ、うん、割と女性陣も食いついてたしね。食いついた、あれは食いつくよ。ネグリジェのここね。そう。ここカーブ。うん。あそこね。あそこのカーブだよねやっぱり。あれはもうあれはしょうがない。しょうがない。あれはもう見ちゃう。あれ見ちゃうよね。見ちゃう、あれは見ちゃう。ありがてえよ本当に。うん、今まあそんなねシーンだけじゃなくて本当いろんなシーンもあったし、うん、まあ、あとはゲームやったりとかいろいろ楽しかったです。楽しかったね。ツークールに向けてねなんかみんなで頑張ってるんだよっていう、うん、なんかキャスト一同頑張ってるんだよっていう姿を見せられたんじゃないかなと思ってますよ、うんうんうん、ありがとうございました。ありがとうございます。続きまして女王陛下の家臣さんからいただきました。千葉さん長谷川さんこんばんは。こんばんは。先日 85.5 区チャンネル開設記念キャンペーンの缶バッジが届きました。あれかチャンネル会になって応募すると全員もらえるやつ。そう、シンとレイナ推しなこともあり、うん、その二人のグッズばかり飾っていたのですが、なんと届いたのはライデンでした。おめでとうございます。私の家にいるシンとレイナを見守りに、うん、ライデンがわざわざ来たのかなと思うと勝手に同志のような気持ちが芽生えてしまいました。大切にライデンの缶バッジも飾りたいと思います。お二人のところには誰の缶バッジが届いたのかよかったら教えてくださると嬉しいですということで、これはね ランダムでしたからね。そう、応募者全員かつランダム、選べないですよ。いやもうね長谷川さんといえば、はい、やっぱみんなのことが好きでもやっぱ瀬尾が好きとおっしゃってますが、そうなんですよ。まあ我が家にもね届きました。届きまして、あらららら、あらと思って来たぞと思って開けました。開けましたよ。誰が来たんですか。開けたらですね、はい、ラビングボックスが瀬尾さんがと来るね。いやだからさ、うん、開けた時うやったよりも、うん、え、これ分かってこれ運営分かっててこれ運営さんが、そう、あれこれ長谷川郁美さんかなって、うん、そうそうそう、あれ長谷川さんじゃないですかってなって入れとくかって、そう、瀬尾ありますかって瀬尾パッて入れたんかなってなんかちょっと勘ぐっちゃって、いやいやそんなことない、愛だよ、愛が届いたんだよ。愛か。9分の 1?9 分の1でしょ、だって90分の1ですよ。すごいね。すごくない。あのね僕の妹もね、はいはい、瀬尾推しなのね、うん、登録してくれてんだよ、うん、ありがとう妹。何届いたと思う。いやでもそれはもうだって私はさ、はい、こんだけまあ言ってますから、はい、発信してますから瀬尾届きましたけど、はい、まあどうだろうな、まあ、妹さんだからじゃあシンとかですか。ラビングボックス届くんです。瀬尾推しのとこには届くんです。あれそういうシステム。これ多分ね来ます。来ます。来たの。来ます。だから多分ねみんなのところにもね、うん、意思を持って来てるからね、ある意味この女王陛下の家臣さんのところにはライデン来たのはもう本当、うん、その気持ちだと思います。見守ってるんだと思います。シンとレイナだけじゃ、ね、心配だぜ、心配だぜ心配だぜ母って来てるのかこいつらだけじゃ見てらんねえよって、うん、まあねこれなんかねアシストしてやんなきゃとかね。そう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 、なんかでもグッズもそういうの一個一個やっぱキャラクターに愛着あるからなんか面白いですよね、うん、ねえそうだね本当に。あここら辺で締めますか。そうですね。じゃあ皆さん今後ももちろん作品にまつわるメールもね、はい、お待ちしていますし、私たち二人のラジオっぽいお便りも待ってます。よろしくお願いします。お願いします。はい、第 85.5 区情報局、本日戦場に立つコーナーはこちら。少女は涙とともに。ああいい声、ありがとうございます。すいません、はい、あ僕か紹介する。そうです。あすいません作品のキャッチコピーである少女は涙とともに、こちらを体験するために皆さんから泣けるエピソードを募集するコーナーです。エピソードの判定は長谷川さんが3段階で行います。はい、ではムタさんからいただきました。6年以上家族で乗っていた車が
兄の事故で廃車になってしまいました。兄大丈夫かこれ確かに大丈夫だからメールくれてるってことだよな。そうきっとそう。新車が届くのに時間がかかり、ディーラーに車を借りるのにもすごくお金がかかります。なので車なしの生活がしばらく続き、買い物も徒歩や自転車で行っています。あ、以上ですか。はい、はい、平気あ、はい、あれ早いね。うん、でも大変だよ車なしで。そうだね。だってちょっと私車ないし、はい、免許もないので、うん、ちょっと車に関してあんまり響くものがないんですよね。マジで？マジで？あんま値段がこういうの大事なわけじゃないけど高いよ車。うん、本当に。まあでもほら歩いたり自転車乗ったら健康になるんじゃないか。まあ兄が無事だったことだけでも、兄があっさり流されてることに関して泣けるけど。確かにね俺らが心配になっちゃうよ。そう、兄の方が気になっちゃったから。確かに確かに。そうなの、車じゃないよっていう今。そうだね。そうなんですよね。そうか、免許持ってないんだね、ハゼちゃん。持ってないのよ。僕も持ってないんですよ。あ、そうだね。そうだから欲しいんですけどね。あーでもなかなかさ、うん、時間作んないといけないもんね。いやそうなのよ本当に。いやもうめちゃくちゃ俺サボる今だから、うん、全然その続けないとダメじゃないですか。あのそうね、結構仮免取ってからでも、うん、ちゃんと更新しないとなくなるみたいなのを聞くんで、うんうんうん、いやあんままだ興味ない。うん、興味ない。興味ないことに関しての力強さえぐいな。じゃあちょっとメタさん平気や。すいません。これあれかな、すごい泣けるが出てきたらあの泣きとか出てくるんですか、もしかして。あ、で出ない。真の泣き。真の泣き。あ、これ、あ、無料の方たち知らないからな。え、知らないことある？無料の方たち知らないからな。かわいそうに。だって前回のね、有料会員限定パートで、うん、幻の号泣が聞けたのに。そうなんですよ。聞けたって俺が言うことじゃないんだよ。そう、幻の号泣がね、もう聞かせていただいたんですけども。前回このコーナーもやったしね、うん、そのおまけパートで。そうなんですよ、だから。それは無料パートじゃ聞けないんだ。聞けないんです。わかりました。あ、残念です。ハズちゃんが泣いてくれちゃう。はい。え？わしわし万歳、バンバンザイさんがいただきました。高校時代のエピソードについてです。うん、私は高校3年間パソコン部に入部していました。うん、高校3年間パソコン部での部活を終え、部活を引退ししばらく数日が経った時、誰私のクラス教室前の廊下にてパソコン部に入部しアニメ好きで仲の良かった1年生の後輩の女子が私の前に駆けつけてきました。その時あるものを渡されました。それは高校3年間パソコン部として共に活動してきたことへの感謝のお手紙でした。私はその時思わず泣けました。泣きました。今までの生活でお手紙を渡されたことはなく、その時の思い出は大学生になった現在でも残っています。平気。おい、ちょっと、おいおいおい、いやこれはこの責任は千葉さんにあります。なんで心込めて読んだのに。パソコン部がパソコン部が気になってしょうがない。最初のキャラクターパソコン部が。いや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 、普通に読んだだけ。さっきのムルムタさんと別人にしようと思ってさ。私は誰な、3年間誰なのよそいつ。パソコン部に入部していました。やっぱそいつ気になっても、そっか、全然泣ける気分じゃなかったです。マジかよ、ごめんね。わしわしバンバンザイさん、俺のせいだ。完全に足引っ張りました。おい、足引っ張ったって言うのよ。悲しすぎるわ。わしわしさんの、あんまりこういうさ部活のなんかさ先輩後輩のさ、うん、やり取りとか経験あるの、ハセちゃんは。あ、なんか中学の時、うん、最後に色紙もらった。出た色紙。うん、いや嬉しいやつじゃん。それ嬉しかった、めっちゃ嬉しかった。であとなんかね、その時、うん、結構アニメ好きな子が多くて私の学年。あ、そうなんだ。でなんかね、後輩が確かなんかそのリサーチしてくれて、うんうんうん、好きなキャラのグッズとともにくれた覚えて思い出がある。すごいね、それ。そう、嬉しいね。 それを添えて色紙と一緒にありがとうございましたみたいな。色紙とグッズどっちが嬉しかったの？ん？色紙とグッズどっちが嬉しかったの、それ？どっちも嬉しかった。どっちも嬉しかった。よかった、びっくりしちゃった。ヒヤッとしたよ。それもちろん色紙が嬉しいよ。嬉しいよね、うん、色紙とかは。僕ら、うん、俺も取ってあるわ。うん、嬉しいよね。そういうの昔もらったやつ、軽音部の時とかのやつとか。なんか私あれ、学校でさ授業中とか女子って手紙回したりとか出た手紙交換みたいなやつやるじゃん。ありますよね。あれも残ってるもん。ええー、
捨てらんなくて。ちょっとこの子いい子なんですけど。この子いい子なんですけど。今頃気づいたんですか。今気づきました。いや前から知ってましたけど。よかった、あれって悪口以外書くんだ、あの手紙って。悪口書かない。あ、そうなの。え、わかんない、書かないよ。え、あの先生ザクないって。いや書いたことないの。マジザクねって。ザクねザクねってどこのこと。言ったことねえよ。そうだ、いやいいね、そういうの取ってあるのはめちゃくちゃいいと思う、うんうん、うわ嬉しいな、そういうのは。それが泣けるわ。梅干しパンさんからいただきました。AT6 の公開生収録、待っても待っても現地観覧イベントの当選メールが来ません。あ、終わり？あ、終わりですか。平気。あれ。なぜなら、はい、まだ会える可能性絶対あるからです。ここで終わりじゃないでしょ。すごい。あーそうだね、まあ、これからを考えればいいのか。そう今回はね残念だったかもしれないけど、ここから先またイベントがあったりするかもしれないじゃないですか。僕ついてくよ。長谷川さんについてくよ。すごい、やっぱ未来を見据えてるわ。そうでしょ。はい、 いやいいっすね、うん、なんかこういうさ、イベントの当選メールとかでさ、うん、なんか自分で好きなアーティストのライブとかさ、まあ、行ったりするじゃないですか、うんうん、ああいうの謎にスクショして撮っておきたくなりませんか。あーなるほどね、うん、なんか抽選系の当たりましたみたいな、うんうん、なんかこのすげえ力を持ったメールじゃないですか。確かに確かに。そう、ぜひその今後そういう機会があったらなんか、ね、何度も見てほしいですね。いやぜひ今度は来てほしいな。もっとでかいとこでやりたいね。じゃあね、そうだね、ぜひ P お願いします。もしか10回回しとか。じゃあ持つ、こっちが。そうね、うちら持つ か。まあなんかどうすれば持つかな。でも千葉賞なんかさ、はい、急に爆発する時あるじゃん。恥ずかしい。あ、持たないよ。恥ずかしい。リハから俺テンション高かったもんね、あの日。みんなにそれで本番やってよって。ちゃんとそれで本番やってよって言われましたね。そう。いや、やっちゃいますよ、楽しいですからね。うん、ぜひぜひ、ありがとうございました。うん、はい、ということで紹介は以上です。皆さんからは泣けるエピソードを募集しています。今回はね、長谷川さんは笑顔で終えることができました。うん、はい、以上、少女は涙とともにでした。第 85.5 区情報局。続いて戦場に立つコーナーはこちら。あなたたちの本当の名前を教えていただけませんか。この番組を聞いているリスナーの皆さん、曲すごい声です。ちょっと待って、あの作家さんとそこで話すのやめてもらっていいですか。すごいわ本当に。恥ずかしいわ、なんか。ね、この番組を聞いているリスナーの皆さんと我々は一心同体です、はい、ということで皆さんのラジオネームの由来を聞くコーナーです。あ、そうだそうだ、新コーナー。うん、これ新コーナー、ありがたいですね。ありがとうございます。まあこれまだメール送ったことないよっていう人は、うん、まあ、逆にこういう風にラジオネームつけてるんだみたいなね、うんうん、そうだね、あの参考になったらいいなと思いますし、はい、じゃあ紹介していきましょう。どんななんでしょうね。まずカメさんからいただきました。はい、ありがとう。カメさんの由来はカメが可愛いからです。ウミガメも可愛いのですが、やはりリクガメが歩くときにのっそりと動くところが一番です。さん付けはやはり鶴は千年、カメは万年と言われるほどに長老なイメージがあり、はいはいはい、やはり、あ、これなんて言うの、先達、え、先達、やべ、バカがこれ、やはり先達には継承の3をつけるべきかと考え、はい、カメさんとなりました。あら、カメさんじゃ、カメさん、カメという名前ではなくてカメさんっていう名前なの。そう、か、そうだそう、あ、確かにそうだ、カメさんさんでした。カメさんさんね。カメさんさんでした。カメさんさんだけど、彼女の中ではカメにさんがついてるってことね。そう。あ、なるほど。こういう場合ってさ、でもどうなの、カメさんさんって言うべきなの。あのね、これ一生のラジオの課題ですよね。だよね。でもカメさんさんはちょっと多分なんかこの人の思ってるあれじゃないと思うんだよな。はい、カメさんさんはだってユウさんさんになって完全にいじってますからね、もう本当に。いや、じゃあこの人に関してはカメさんにしましょう。意思を持ってカメさんです、うん、そうだね、カメさん。だから本当にすごくカメが好きということが伝わってきました。もはやこの人がカメさんじゃなくて、この人、カメさんが
カメをカメさんと呼んでるもんね。でもまだおかしくなってきた。何カメさんがカメさんのことをカメさんと呼んでいるっていうことで、僕たちはカメさんのことをカメさんさんと呼ばなきゃいけないっていうことですよ、うん、あ、じゃあ結局カメさんさんってこと。この人はタートル。タートル。ミセスタートル。タートル。ミスタートル。ミス、どっち、ミスかもわかんないけど、ミスタ、ミセスかもしんないですけどね、うん、ちょっとタートル。タートル。あ、面白いですね。好きなものを名前につけるっていうパターン。うん、でもなんかこのカメっていうところで個性あっていいなと思うのよ。確かに犬猫だとさ、逆につけないと思うんですよね。確かにそうだね。犬さん、犬さん、猫さん、猫さん、ハムスターさん。あ、ハムスターさんはいるかもね。ハムさん。ハム違うか。ハムは豚肉だよ。ハムは豚だ。すぐ豚るじゃないですか。すぐ豚ですね、本当にこの番組において。すぐ豚ってない。ちょっとじゃあもう一ついきましょう、うん、ラジオネーム、え、ひらがなで、うん、はるさん。はるさん。千葉さん、長谷川さん、こんにちは。こんにちは。早速ですが新コーナーにメールを送らせていただきました、うん、私のラジオネームですが、一見本名に聞こえますが全く違います。なんなら本名と一文字も合っていません。かっこ笑い。私のラジオネームの由来は、かつて応援していたアイドルが実家で飼っていた愛犬の名前から拝借しました。その方がパーソナリティをやっているラジオに初めてメールを送って以来、およそ15年以上変わらずこの名前を使い続けています。ちょっと待って。ってことはそのアイドルさんの番組に来た、そのアイドルにとっては、うん、自分の愛犬からメールが来たってことだよね。そういうことだ、うん、だって、よしよしよし春、よしよしよし、いやうちの春が可愛いんですよって言ってたアイドルに、うん、ラジオネーム春さんから、あ、え、春、春、お前打てたのか。打てたのか。めちゃくちゃバカだな、そのパーソナリティ。めちゃくちゃバカ、その人。めっちゃ好きだわ。すげえ可愛いじゃん、その人。なるほどね。面白い。なんかきっかけがね。それはあれかな。やっぱ犬呼ばわりしてほしかったってことですかね、これは。犬呼ばわり、うん、だからそのやっぱそのアイドルが犬に対してやっぱ愛を注いでるのを見て、うんうんうん、それを享受したいというか。ああ、なるほどね。かもしれない。いいですね。なんか15年以上だからね。いや本当すごいよね。すごいですよこれは。へえ、そっか、推しのね。結構その俺のすごい偏見だけど、うん、なんか応援してる人のペットも愛すよね、みんな。うん、なんか俺すごい文化だなと思って。そうね、タイ犬じゃん、だってその人。タイ犬って初めて聞いた。タイ犬じゃん、タネコじゃん、うん、でもすごい愛すから、あ、みんな優しいんだなと思って、うん、確かに、はい、ペット飼ってますか。ペット飼ったことない。あ、飼ったことないんだ。マジで一回もない、ね、もう金魚とかも家にいたことないし。そうなんだ。なんでだろう。なんかね、飼いたいって思うよりも前になんか飼うことの難しさを植え付けられてしまったんだよな、両親に。すごいですね。なんか、え、両親に、両親に何言われたんですか。難しいよって。あ、でも確かにやっぱ飼いたいって子供すぐ軽く言うけど、はい、やっぱ両親大変なの分かってるしね。 お金もかかるでしょうし。ただこれがね、未だにね、犬飼う夢見るんすね、うん、夢見るの。そう、めちゃくちゃ飼いたいんじゃん。多分めちゃくちゃ犬飼いたいんだ、うん、なんか本当にたまになんか犬を愛してて、うん、でなんかその犬が例えばなんかちょっと悲しいことになってしまったりとか、うん、ピンチになったりと、うん、っていう夢で犬って思って起きて名前つけてないんかい。いや、名前つけたことない。確かに夢の中で犬なのよ。犬と思って起きて、犬どこ。犬なんていなかった。思いますね、マジで。多分だから真相心理では犬欲しいのかもしれないですね。え、はずちゃん、猫？猫より犬。それマジでどっちでもいいな。どっちも好きか。なんか幸せになってほしいからさ、うん、犬だったら俺結構あんま外出ないから、うんうんうん、ね、ジョギングとか連れてあげられないし、飼いやすいって考えたら猫なんかね。そうそう、でも猫もなんか俺の部屋に幽閉してるような気持ちになるから、あ、どうやったら猫の幸せになるんだろうって、ね、考えちゃう、ね、深く考えるんですね。いつもチャオチョウよりあげちゃいたいなって思うし。え、なんかハズちゃんはペットとか飼ったことある？あるよ、ハムスター飼ってたよ。うわ、いいね。ハムスター飼ってた。ハムスター、ジャンガリアンハムスター飼った。うわ、わかりやすく可愛い、うん、好き。ジャンガリアンハムスター好き。え、名前とかあったんですか？アンちゃん。ごめん、それはアンなのか。アン、アン、うん、なんか家族で名前出し合って一個ずつ、うん、でなんか網田くじで決めた気がする、うん、なんか楽しいね、それ。とっても楽しいね。誰が考えたんだろう。
あ、ハセちゃんの案ではないんだ。え、なんか私だった気がしてきた。どういう意味で案にしたんでしょうね、これは。なんか違う人のになって、うん、やだみたいになって。いやいや、阿弥陀の意味。阿弥陀の意味よ。なんか私案だったかも。あれ、お父さんかな、どっちだ、ちょっと忘れてた。まあでも、うん、それ以来ちゃんと案になったのであればね。うん、もう案ですよ。いいですね。うん、そうなんだ。いいですね。はい。なんかみんなのね、なんかバックボーンが見えてくるというか、ね、いいね、面白いね。はい。じゃあ皆さん、これからも引き続きぜひ皆さんの由来を教えてください。はい。この番組初投稿でも OK です。あ、なるほどね。じゃあここでつけてみましたでもいいってことか、うん、あ、そう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 、このために一回考えてもらって。なるほど、それもいいかも。いいじゃん、 めっちゃいいじゃん。だってこれ春さんに関してはさ、15年以上使ってるじゃないですか、うん、ADCX のラジオ以来10年以上使ってますって言ってほしいもん。いいわ、待ってます。待ってるよ。ぜひ待ってます。あなたたちの本当の名前を教えていただけませんかでした。照れんなよ。ではここからは AT6 の最新情報をお届けします。まずは放送情報です。テレビアニメ AT6 の第2クールは2021年10月より放送開始となります。あと3ヶ月お待ちください。続いて原作情報です。シリーズ累計130万部突破、原作小説は最新10巻まで電撃文庫より発売中です。また共和国編コミカライズの最新第3巻、連邦編コミカライズ最新第1巻もスクエアエニックスより好評発売中です。そして学園版外衣服コミカライズ1巻が好評発売中です。さらに原作小説10巻のコミカライズが月刊コミックアライブで好評連載中です。ぜひアニメと一緒にお楽しみください。そしてテレビアニメ AT6 ブルーレイ &DVD1 巻が来る7月28日に発売となります、うん、いもうすぐですね、うん、完全生産限定版特典として原作浅戸浅戸先生書き下ろし小説、原作イラスト白火先生書き下ろし三宝瀬ケース、特製デジパック、スタッフインタビュー掲載ブックレット、設定資料集、オーディオコメンタリー、さらに特典映像として PV、CM 集、ノンクレジットオープニングエンディング、ウェブ予告が収録されています。はい。そしてテレビアニメ AT6 オリジナルサウンドトラックが発売中です、はい、音楽担当の沢野博之さんと甲田山本さんの2人が手掛ける42曲の劇伴音楽を収録した豪華な一枚になっています。ぜひこちらもよろしくお願いします。ということでサントラ現物がこちらにございます。ありがたいですね。これはうえい、うわ、かっこいい。後ろもジャガーノートなんだ。かっこいいっすな。これさ、僕この間甲田山本さんにもお会いする機会がありまして、うん、そうなんだ、お話しさせていただいたんですけど、うんうん、まあ、めちゃくちゃ優しくて、うん、あとラジオ聞いてたっていう。うわ、やばくない？やばいよね。緊張しちゃう。もうこれ以上僕たち何も言えなくなっちゃう。言えなくなっちゃう。ありがたすぎて。本当にみんな聞いてくれてるんだね。そう。いや、しかもさ、このね、曲名だけでもめっちゃ面白くて。うん、いや、そうそうそう。沢野さん楽曲と甲田さん楽曲でさ、がっつりちゃんとディスクが分かれてんだよね。うん、ね、分かれてるんだね。これね。で、結構曲名も、ね、めっちゃ沢野さんのやつとかさ、レギオンとかの表記とかさ。はい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 、はい、面白いね。なんか暗号みたいで。本当だよね。こう数字が結構入ってるっていうのもあるし。そうそうそう。あ、ジアンサー1曲目なんだ。うんうんうん、最高じゃん。いいっすね。あのさ、コーターさんの、うん、うんざり蹴ったりって曲何？私もそこ気になった。これなんだろう。うんざり蹴ったりって、うんざり蹴ったりってどの曲なの？めちゃくちゃ気になる。そんななんかさ、面白系の曲あった？これ？これかもしれない。この曲なんなんだろうね。名前。この曲なんだろうね。ちょっと気になる。まあ、え、タララタラ？ブララババならあります。あ、タララタタもあるわ。あ、タラ。え、何これ？二曲目がタララタタで、あ、本当だ。六曲目がブララババ。タララ、あ、これじゃタララタタか。タララタタ。あ、そういうこと？なんかもうそれ聞こえて決めてるの？タララタタ。そんなことある？面白いんだけどタイトル。いや、面白い。これこれめっちゃ気になるね。これどれがどれなのかね。なんか結構答え合わせね、答え合わせしたいですし、なんか結構この楽曲の中から2クール目にね、使われる楽曲もあるみたいな話も聞いたんで、うんうん、これは楽しみですよ。いいね。これ泣けちゃいそうだな、サントラ集聞いてても。これ視聴動画も上がってるんですけど、うん、マジで視聴とは思えない聞き応えだね。20分ぐらい。いや、そう、20分ぐらいあるし、あ、ね、いや、それだけね、いろんなシーンが思い起こされるぐらい、ね、なんか物語とマッチしてたなっていう記憶がありますね。ね、よろしくお願いいたします。お願いします。ブルーレイ&DVD もさ、現物見たいからさ、
うん、きっと生放送とかで見れるんじゃないですか。うん、ねえ、ねえ、持ってきてもらえるかな。きっとそうでしょう。持ってきてもらえるかな、うん、いいよ、はい、ありがとうございますありがとうございますありがとうございます。あ、ですね、一個いいですかこれちょっと僕からじゃあ代表してちょっとお知らせがあります。まあ前回の生放送で発表、うん、ラジオでも発表させていただきました、うん、このね2クールまでの間に、はい、小鳥さんが4コマ漫画の方をね、執筆してくださると、まあ楽しみ、書いてくださって、このイラストも書いてくださってる小鳥さんが、うん、発表されたんですが、はい、ちょっとですね、いや大変言いにくいんですけれども4コマ漫画を出すと言っていたんですが、はい、4コマ漫画じゃなくなるかもなんか時には1ページ漫画かもどういうことですか。4コマ漫画って言ってましたよね。だからだってあんな生放送の時あのでっかいスクリーンに言ってた4コマ漫画って言ってた、出ましたよね。小鳥さんがやる気満々らしくてですね、うん、今活力にあふれてくださってるらしくてですね、コマが増えるかもしれない、コマが増えるかもしれません。だから4コマ漫画を4コマ漫画と思って信じてた方、ね、うん、すいません、4コマじゃなくなるかもしれません。4コマ漫画っていうことで大歓喜してくださった方々には本当に、はい、すいませんね、申し訳ないですよ。1ページ丸々見れるかもしれません、うん、続報を待て、はい、ということでした。そんなことありますか。もうでも嬉しいな、楽しみ、楽しみ、もうどっちにしたって楽しみ、ただただ楽しみ、何コマだっていい、もう、まあ、1コマで別にいいよね。いやそう、本当イラスト版で、だってこのラジオのさあの絵描いていただいただけでさ本当に嬉しかった、ね、うわーってなったのに、これから描いてくれるんだから漫画を。いや本当ですよね。嬉しいね。もうぜひぜひ皆さん、うん、ツイッターと公式サイトの方ね、はい、チェックしてほしいなと思います、はい、第 85.5 区情報局エンディングです。番組では皆さんからの投稿をお待ちしています、はい、投稿は86公式サイトに募集フォームがありますのでそちらからお待ちしています。この番組はニコニコチャンネル第 85.5 区アニプレックス公式 YouTube チャンネルインターネットラジオステーション温泉で配信していますよ。温泉のイラスト変わるかなみんな確認してください次回は2週間後7月30日に配信予定です。はい、そしてニコニコチャンネル第 85.5 区では有料会員限定番組第 85.5 区訓練室をお届けします、はい、こちらでは番組本編ではできなかったコーナーを中心にお届けしていきます。月末には会員向けの生放送もお届けしていきますのでぜひ会員登録お願いします。はい、いや今回もね、うん、パーソナルネーム10をやっていきたいと思うんですけど、あそうだ、前回はねアニメーションプロデューサーである藤井さんにまさかのパーソナルネームをつけるという、インスティゲーター、インスティゲーター、藤井さんにこの間お会いしたけど、うん、言えなかったもんまだ。なんで藤井さんインスティゲーターになりましたよって言ってよ。ちょっと向こうから気づいてほしいなと思って僕インスティゲーターですかって気づいてほしくて、ちょっとまあ今回もねたくさん素敵なメールいただいてるんですけど、うん、結構グッズ関連とコーナー系が多かったですからね、うん、そうね、あと名前を教えてくれた方々がね、うんうん、亀さん、あ亀さんか、亀さんとかね、すごいなんかのどうですか亀さん、愛に溢れてましたけど、うん、ただ亀さんっていう名前にもうねパーソナルネーム級のね意味が込められてるんだな。あ確かに、うん、しかも勝手にうちらがそんなつけらんないよね、こんな継承とかまでつけてさ。だって亀好きの亀さんとかなるよこのままだと。確かにノロノロ亀さんとか。おお面白いですね。なんかそういう曲ありましたね。亀の遠足みたいな曲ありましたけど。いやじゃあまた今度。また今度。します？うん。よし今回はなし。なし。ちょっと厳しくこれから選定していきますか。だってこの第2クールまではさ結構戦いも厳しくなりますからね。うん、そうだね。やっぱみんなにはついてきてほしいんで、うんうん、よろしくお願いします。そうですね、そしてこの番組ですけど、はい、収録タイミングが早まったりギリギリだったりするのでぜひ配信されたら早めに送ってくださいということで、それ大事です、お願いします、すいません、はい、コーナー投稿は早めがチャンス、はい、内部事情ですねこれは。そう完全に内部事情ですね、はい、大人の事情です。申し訳ないですけれどもお付き合いいただいてっていうことで、はい、お願いいたします。そしてハンドラーチャレンジ、あれそうだよ、長谷川さんが僕になんか仕掛けてね、僕が引っかかったら負けゲームですけど、まあ、ちょっととりあえず読むね。
千葉さんの発言に対してしりとりのルールにのっとって受け答えしてください。怖いこれは、でこれ勝手にこっちがあの3回っていうのを設けさせてもらって、はい、でなんか例えばじゃあ千葉翔がなんか言ったらなんとかですよねとか言ったら、私はそのねの続いて何かを言えば1回っていう、はいはいはい、要はキャッチそう&リリースのリリースをすればいいのね、うん、そう一応3回やりました。嘘でしょ、怖っ。ねえ怖いこの番組。俺はさこれさ私めっちゃ簡単だと思ってたの、うん、いやそうでしょ、だって今のねえだよ、ねえでいいじゃん。あでもそのあの私もねなんとかですねえで、私ねえなんとかなんとかって何回か言ったんだけど、それはなんかずるい気がしてカウントなしにしました個人的に。さすがです、正義の長谷川。それを抜きにして3回やったってこと。うん、最後ねギリギリいけた3回で。何やったか覚えてる？それが全く覚えてないんですけど。おい。でも最後はあの犬猫の話した時に、はい、ちょっと千葉翔が次の言葉言いそうになったところにかぶして、なんとかだねの後にえ猫はどうですかって言ったのが3回。あ言ってた、それが3回目。ちょっと言ってた、ちょっとねギリだったんだけど言ってた。俺があの犬をね愛するみたいな話をしたあとでしょ。だと最初の多分グッズ紹介の時にすなんとかですに関し返してなんかすごいよねって言った気がする。あとはディレクターさん編集してください。とりあえずちょっとアンジュさん、うんうん、アンジュさんを呼ぼうわ。私どうしよっかな、欲しいなと思ってます。すごいね、なんか欲しいのかもしれないですね。え、アンジュちゃん、猫？猫はより頭抱えてる。これマジですいません。マジかよ。でこれ俺も抗いようなくない、あとこのパンドラチャレンジに関しては。でも本当にこれ結構むずかった。あのポン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 話、うちらもさ結構マシンガントークじゃないけどさ、はい、ボン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 喋るじゃん、はい、だから意外に入っていけなくて、で考えちゃうとさ間が悪くなっちゃうじゃん、はい、だめっちゃ難しかったこれ意外に。なだって10回ぐらいいけるかなと思ったんだけどいけなかった。なんかさ、なんか俺との会話に集中してよ。なんだよ、なんかさ興味持てって言ったりさ、50分やってきてさひっくり返してみたら俺を叫ばせようとしてただけだったりとか、しりとりしようとしてただけだったりとか。今日はもう語尾しか聞いてなかった。今日語尾しか聞いてなかった。ひどいよ本当に。しかも成功したからまだ続くっていうこのコーナーで。そうこれなんかもうあれらしいですよ、一回間違えたらもうその即これこのコーナーなくなるらしいです。なんだよこの番組は。いやありがとうございます。いや、はい、まさか今日は成功してると思わなかった。とりあえず成功ってことで、はい、ありがとうございます、うん、はい、じゃあなんかあれだね、うん、まあいろんな話するようになっていくでしょう、うん。あれはハゼちゃん、この間さ、うん、コンタクトデビューしたって言ってたよね。なんだよそれ。コンタクトデビューしたって言ってした、あのでも今日はつけてきてないけどねって言ってたけど、そうそう、え今日つけてきてる今日、うん、つけてきてないです。見てよ、見る気ないじゃんもう全然。このアクリル板 100m ぐらいある、もしかしてすっごい屈折してるから近くに見えてるだけ。なんでつけてこなくていいでしょ今日。いやだって違う、あの時ね、うん、違う俺がこんなこと言ったら俺が気持ち悪くなってるけど、うん、コンタクトデビューしたんだって言われたから、あそうなんだコンタクトしてきてんのって言ったら、してきてないって言うからさ。それはもうデビューしてねえんだよ。違う、システムコンタクトデビューしたことをただ伝えたかっただけだ、はい、そういうことね。そうごめんごめん、ちょっとただ伝えたかった。すいませんすいません。まあでもだからあの生放送、公開生放送の時コンタクトしてたから。あそうだったんだ、うん。じゃあもうリスナーの人もコンタクトデビューは見れないってことなんだね。そうです、ありがとうございます。ちょっとその話がしたかっただけです。はい、全く関係ない話で終わりますけれども、また次回もぜひ、聞いてほしいなと思います。お願いします。ここまでのお相手は千葉翔也と長谷川郁美でした。それでは本日はここで解散、お疲れ様でした。この番組はアニプレックス、角川、バンダイスピリッツの提供でお送りしました。